高山盆地の地形図高山盆地は、岐阜県高山市の盆地である。この盆地の大半は、2005年2月1日の合併前の旧高山市の区域である。高山市内の中山から盆地を望む、山間盆地であり、上山、東山、北山、中山などの四方を山に囲まれた地域である。流れ込む河川は、宮川と、その支流である川上川。 第八ヶ川、小八ヶ川などがある。また、東に乗倉岳、小岳、小高岳、槍ヶ岳、黒部五郎岳、笠ヶ岳、南東に、御岳山、北西に、白山が演望できる。90%以上を山林で占める飛騨地方では、極めて珍しくお奇層や、甲子乳という第四基層で大半が形成され、飛騨の他地域と比較して地震には、 非常に軟弱な地盤と言える。また盆地としては、河川堆積物による、いわゆる砂礫層が、極めて浅いことから、人口でできた盆地ではなく、飛田山脈に引きずられるように上昇しその上昇量が、周辺と比べて少なかったため盆地上の地形となった、と推測されており、それゆえに、盆地でない盆地と表現されることがある。海抜は、 約560メートルから600メートルと非常に高地に存在する。気候面では内陸性気候、日本海側気候を合わせ持ち、昼夜、夏冬の気候温度差が大きく、湿度が低い。冬季は雪が多い。縄文時代の遺跡が数多くあり、古くから人が住んでいたと推測される。飛ス時代までの飛騨の中心地は互いに隣接する国府盆地。 古川盆地一帯であり、これらの地域には、飛鳥時代後期創建の仏教寺に跡が確認されている。奈良時代には、国分寺と国分天寺,寺が鉱山に設置され、高山盆地に、飛騨の中心地が移る。鎌倉時代になると、飛騨の中心地は再び、国府盆地、古川盆地に移り、戦国時代の中期頃まで続いた。戦国時代末期になると、鉱山に、 松倉城を築城した三木頼綱が1583年頃に飛田統一を果たしたことにより飛田の中心は再び高山盆地一帯となるその後の1585年には金森長近が豊臣秀吉の命で松倉城を攻め落とし飛田を支配1600年には鉱山城を築城する江戸時代飛鉱山藩の中心地となり 現在も残る城下町、昇華町が形成された。1692年、金森より時が天保となり、飛騨国は天領となって、大干所である、高山陣屋が置かれた。その後は、現在に至るまで、高山盆地は、飛騨の中心地である。ありがとうございます。